信州の山から生まれる清冽な雫はやがて川となり海へと注ぎます。豊かな海を未来へ引き継ぐために海なし県にもできることがあります。長野県内で行われる海につながる活動を紹介します。本格的な水泳シーズンを前に行われたプールの安全講習会です。長野県などが主催して毎年開いているもので、学校や自治体、スイミングクラブの関係者ら50人余りが参加しました。実技の講習ではグループに分かれ、いざという時の救助方法などを学びます。まずは浮き輪など救命用具の使い方の指導。3分の1ほど水を入れたペットボトルなども浮き具の代わりになることを学びました。続いては溺れた人を見つけた時の救助法。発見したことを即座に周囲に伝え、溺れた人のもとへ。脇に腕を入れて仰向けにし、後ろ向きに岸に向かいます。海と日本プロジェクトを推進する日本財団では、今年水難事故についての大規模な意識調査を行い、溺れる経験は12歳までの幼少期が多いこと、小学校の水泳の授業は多くはクラス担任が行っており、安全に不安を感じている先生も多いことが浮き彫りになりました。安全のためのこうした知識は先生にとっても安心につながり、海や川での事故防止にも役立ちます。こういう講習会でこっちも自信を持って安全に取り組めることが一番かなと思いますね。救命の方法を教えていただいたので、それをすごく安心できます。お子様が水の中で安心して遊べるかというのも少し考えながらやっていただけると事故は減るのかなというふうに思います。海がない長野県の子どもにとって、プールは水と親しむ場所。川や海で命を守る方法を身につけるためにも、こうした取り組みが大切です。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクトでは、全国各地の海に関する様々な活動を紹介しています。チャンネル登録もお願いします。